皆様こんにちは、グレースラブです。今日はロサンゼルス動物園のお散歩動画をやってみたいと思います。ここが、入り口です。で、こっちがこう駐車場がこういっぱいありまして、でこの日はすごく空いてる日だったんですけども、混んでる日はもうパーキングがもう満杯で、車止めるの探すのが大変なぐらい結構混んでます。で今あの冬なんで、この雪の結晶のようなデコレーションがされています。この日はウィークデーだったので、あの週末ではなかったんで、あのすごく空いてて誰も並んでないですね。混んでる時はすごくもう並んでもぐわーっと長く行列になってるんですけど、この日はあのすぐに入れました。ロサンゼルス動物園は今、1日の入園料が、22ドルくらいで、日本円だとまあ2500円ぐらいです。1日の入園料がで、入るとすぐにこのカリフォルニアシーライオンっていう、あのカリフォルニアアザラシっていうんですかね、がいます。3、4匹ぐらい、あの大きいのとか小さいのとか合わせて3、4匹ぐらいで仲良く暮らしています。この日はあのとてもあのアザラシがアクティブというか、あの元気だったんで、ちょっとしばらくあのちょっと立って見ていましたので、動画がしばらくアザラシの動画があの続きます。ロサンゼルス動物園はロサンゼルス市があの運営していまして、例えばパートタイムで入所しても、あのだいたい時給が3000円ちょっとぐらいから始まるそうで、正社員だったりとか勤続年数が増えると、あのそこからまたもっともっと給料が良くて、またあの待遇もすごく良いみたいで、例えばワクチンとかも優先的に打たせてもらえたりとか、あとベネフィットもすごくいいと聞きます。あの他の動物園よりも、まあ、時給とかお給料もあの結構いい方だとあの聞きますね。それでですね、あのサンディエゴ動物園と、ロサンゼルス動物園、だいたい片道2時間ぐらい離れたところにあるんですけども、まあ、サンディエゴはやっぱり世界で一番あの動物の種類が多くて、やっぱりすごく人気でいつも本当混んでるんですけども、ロサンゼルス動物園はまあ、週末とか休みの日以外は結構あの空いてて、結構ガラガラだったりすることも多いです。撮影する方にとってはすごく撮影しやすいんですけども、あのパンデミックがある前はあの結構小学あのなんていうんですか、子どもたちがスクールバスとかでこう来て、たくさん子どもがこういつもいる感じだったんですけども、やっぱちょっとパンデミックのことがあってから、やっぱりそういうこともできなくなったので、あの今は結構あのウィークデーは結構空いてることが多いですね。でまたあのロサンゼルスはやっぱり人口が多いので、規制もやっぱり厳しくって、あのそういうワクチン のパスポートというかカードを見せたりとか、リザベーション この予約取らないと入れないとか、結構あのいろいろとあのサンディエゴに比べて来るのも結構厳しいですね。でサンディエゴ動物園の方が、まあ、動物の種類は圧倒的に多いんですけれども、大きさ的にはそんなにあの変わらないというか、あのロサンゼルスも結構大きさは大きいあの動物園で、動物の種類は少ないけれども、あの動物一つ一つ の放飼場は結構大きくって、結構あのいい感じです。であのグリフィスパークとか、あのビバリーヒルズとかに近い、あの結構いい場所にありますね。結構あの、まあ、それでも動物園に中入っちゃうと、本当結構 森の中という感じというか、結構自然があふれた場所になってて、動物たちにはすごくいい感じだと思います。安全でとてもいい場所だと思いますね。ただ夏は暑く、冬は寒く、結構そういう感じですね。サンタバーバラとかサンディエゴはその点、あの冬は結構そんな寒くもなく、あの夏も結構涼しいんですけども、サンディエゴサファリパークとロサンゼルスは結構夏は暑く、冬は寒いっていう感じです。私はあの時々あの YouTube でこうやって動画を上げ
アップさせていただいたり、Facebook でアップさせていただいたりしてるんですけれども、あのロサンゼルス動物園の方から何ヶ月か前に連絡がありまして、あのロサンゼルス動物園の、 あの公式 の、 あの SNS で、あのいくつかの動画を、あの気に入ってくださった動画をあの使っていただいたりしてくださいました。それがまあ私のゴールではないんですけれども、でもあの少しでも動物たちがハッピーに暮らせることができたら嬉しいなと思っています。で、ですね、ロサンゼルス動物園にはあの3人のバッチェラー の、 あの独身 の、 あの男の子が住んでるんですけども、そのうちの2人があのハサニお兄ちゃんとジャバリはあのフロリダのディズニーアニマルキングダムというところから来て、でもう一人の最近あの加わったあのハサニジュニア、まあ、HJ って呼ばれてるんですけども、 HJ はサンフランシスコから来た3人 の、 あの独身ゴリラが住んでいます。で、ちょっと今日は、そのうちの一人 の、 あのジャバリについてあの少し話してみたいなと思います。通常あのゴリラはあの、まあ、体は大きいんですけれども、結構みんなあの大人のシルバーバックとかは結構ビクビクオロオロしてることが多いんですね、まあ、そういう性格というかすごく神経質な動物なんで、結構あの例えばウィンストンとかケリーとか特に家族を持ってるせいか、それも多分あると思うんですけども、結構いつも、ビクビクしてるというか、結構、警戒心強く、ビクビクしてるんですけども、ジャバリはいつもすごく堂々としてて、ゴリラっぽくないというか、オスのライオンみたいな感じでいつもすごく堂々としている性格です。でジャバリはバレーフィーバーっていう熱が出たりするような病気を実は持っているんですけども、体もそんなに大きくないんですね。360パウンドあるんですけども、普通の大人のシルバーバックのゴリラはだいたい400パウンドぐらいはあるので、まあ、普通のゴリラに比べたらちょっと小さい体のサイズのゴリラなんですね。でも心はすごく誰よりもすごく勇敢というか、なんていうんですかね、男らしい性格をしていて、で今HJ という若いティーネイジャーのゴリラと一緒に暮らしてて、よくHJ がこう土を投げたりとか、いろんなもののこう投げたりしてこう悪さしてるんですね、よく。なんですがジャバリというのは決して怒ったりしないんですね。普通こう反射的にゴリラってこうやっぱり嫌なことされたらギャーって怒ったりするのも、まあ、それが普通のゴリラなんですけども、普通怒ったらこう口開けてこう歯見せてこうギャーってなるんですけども、ジャバリがそういう表情をしたところは一回も私は見たことがなくて、でジャバリというのはいつも相手の態度とか行動とかを見て、それに対して冷静に対応するっていう、常にそれがそういう感じで、彼は感情的にギャーって怒ったりするところは見たことない。彼はすごく賢くって、すごくいつも堂々としているなって思います。すいません、話の途中ですが、ここが売店ですね。入り口入って、最初にこういう結構お店があります。これは結構やっぱりサンタバーバラもサンディエゴも最初入り口入ったら結構こういうお店が並んでる感じですね。で大体入り口からロサンゼルスはゴリラのところまでが結構歩くんですね。結構10分ぐらい歩きます。でサンディエゴサファリパーク、ウィンストン家族が住んでるサンディエゴサファリパークも結構入り口からゴリラ車まで結構歩きますね。10分ぐらい歩きます。
で、ですがサンディエゴ動物園、ポールドーン家族がいるところは結構入り口からすぐゴリラ車は5分ぐらいで結構見れるところにあって、その周辺にオランウータンもボノボもいてくれるので、撮影するにはすごく近場にいてくれて、すごくやりやすくなってますね。またサンディエゴ動物園とサンディエゴサファリパークの散歩動画はまた別でアップしたいと思います。どれぐらい入り口からゴリラ車まで歩くところとか撮影しましたので、近いうちにアップしたいと思います。でロサンゼルス動物園には2羽のクジャク、オスのクジャクが放し飼いされていまして、こう普通にこうやって道を歩いてると結構クジャクに会ったりします。で2羽ともオスの名前がケビンという名前 で両方とも同じ名前なんで、会うと必ず名前呼んで挨拶します。でこの撮影の時がまだ10月ぐらいだったので、まだハロウィンのこのデコレーションがありますね。でここがローズガーデンです。白いバラが植えてあるんですけれども、まあ、9割ぐらいが偽物のバラで、プラスチックのバラが置いてあります。初めは本物の白いバラだけを植えてあったんですけれども、やっぱりこう綺麗にこう並べて見栄えよくうまく咲いてくれないんで、ちょっと偽物のバラも交えて見栄えが良くなるように植えてあります。でここから、ミーアキャットがいます。ここがミーアキャットですね。結構いつも子供がいつもいっぱい生まれて大きい家族で住んでます。で、その後ここ以前はここに白鳥がいたんですけども、白鳥ちょっと他の鳥のところに移されてしまって、でここがフラミンゴがいますね。でロサンゼルス動物園本当は去年の11月にオスのチンパンジー2人が来る予定だったんですけれども、ハワイの動物園の方から来る予定だったんですが、今の流行り病にかかった従業員がちょっと見つかったようで、動物たちがこう移動できなくなってしまいまして、一応今年の春ぐらいには2人新しく仲間が増える予定です。でロサンゼルスからもユキちゃんっていう子とズリちゃんっていう女の子2人がオクラホマの動物園の方にお嫁に行く予定なんですけれども、それも同じ春頃に行く予定で、こうスイッチして、その代わりに男の子2人が来るっていう、今のところはそういう予定になってますね。でこの辺売店とかまた少しあって、ただ今まだパンデミックの傾向があるので、お店結構まだ閉まっていますね。いくつかのお店は開いてるんですけども、まだ半分ぐらい閉まってて、なんか屋台みたいなお店とかも結構並んでるんですけど、今そういうのがあんまり開いてない感じですね。でここで2つ道が分かれるんですけども、左側に行って、こちらに来るとですね、なんて言うんですか、ヘビとかカエルとかトカゲとかがいるそういうお家があるんですね。建物があって、ここです。このライアライアっていうところなんですけども、ここの中にヘビとかワニとかそういったものがいっぱいいます。すごく結構子供たちにはすごく人気で、パンデミックの間はここの中に入れなかったんで、今オープンされて本当に子どもたちすごく喜んでる感じですね。でいつもはここに本当は売店とかいろいろ並んでるんですけども、今はこう何もなく綺麗な道な感じに見えますね。いつもはもっとごちゃごちゃしてるんですけども、ここただ今はお店とかはあんまり開けないんで、綺麗な道に見えますね。でこう歩いてると本当に両側緑がいっぱいで、結構本当ジャングルの中を歩いてる感じです。場所的にはグリフィスパークという結構すごくいい場所に動物園があって、本当に空気も
美味しくって、あの散歩だけするために来る人も結構多いですね。 あんまりロサンゼルスは車社会で歩くこと結構少ないんですけども、あのこういうとこで結構みんないっぱい歩いたりとかあのすることも多いです。で、ですね、こっちあの左側にコアラとかコモドドラゴンとかいるんですけども、そこをパスしてここが、ゴリラ社ですね。ここが入り口でここから入ってきます。で最初に見えるのが、ケリーの家族です。ケリーとアンジェラ。ロサンゼルスは本当にゴリラがもう23年ぐらい生まれてなくって、本当にアンジェラはもう20年以上ぶりのゴリラの赤ちゃんで、もう本当にロサンゼルスにとっては本当にあの嬉しいニュースというか、みんな大喜びです。ここが、ケリー家族です。見えますかね、ケリーアンジェラ遊んでますあの結構あのロサンゼルスの家族の方の奉仕場は結構広くって、サファリあのサンディエゴのサファリパークと同じぐらい、まあ、ややちょそこよりもちょっとちっちゃいぐらいかな。あの結構でも広くていい感じですね。隠れるところがただ多いんで、あの見えないこともしょっちゅうあるんですけども。でこう少し坂を登って3カ所ぐらい見えるところがあります。ここが2個目の見えるとこですね。ちょうど家族が今移動しているところです。ケリーはだいたい450パウンド今あるそうですね。一応あのロサンゼルスでは一番大きいあのオスの個体となっております。ちょっとここが坂になってて、で3つ目の、閲覧できるところがガラスビューになってますね。ここが家族、こっち側が家族のガラスビューで、この時も結構来園者が少なかったんで良かったですね。なんかよく見えます。であのこっち側の隣にあのバチェラがいます。いつも家族一緒にあの移動しています。こっちが、バッチェラですね。であそこにあの真ん中のところにジャバリが座ってます。であの来園者が少ないとゴリラ同士あのお互いの姿を見ることができます。時々あのお互いあの姿を見ていますね。あのよく見てるのはジャバリと、あとケリーも結構あのバッチェラの方を警戒してチラチラ見てることがあります。ケリーは結構警戒心が強いというか、まあ、家族持ってるからだと思うんですけど、結構いつもよく見てますね。なんか来園者のこともよく見てますし、結構用心深いですね。ウィンストンも常に朝から晩まで来園者の方を見ていますね。ここがシマウマいます。でここが、バッチェラーが見える2個目 の場所ですね。で見えますかね、このハサニジュニアですね。でジャバリーでこの来園者のところの前にちょっと芝生が植えてあって、そうこう少しこうゴリラと距離が取られてるんですけども、ハランベのハランベの事件があってから、サンディエゴもそうだしロサンゼルスもそうなんですけども、ゴリラと来園者の間にちょっと芝生を置いて、その後ろから来園者が見えるっていう、ちょっと距離が取られてますね。やっぱり人が落ちた事件があったんで、シンシナティ動物園でそういう事件があったので、そのことがあってから、それまではサファリパークもロサンゼルスも本当ギリギリのとこまで何ですか、ゴリラの近くで見ることができたんですけども、やっぱり事件があってからちょっとゴリラとの間に芝生をこう植えて、その後ろから来園者が見るっていう風に少し距離が
あります、こちらがあのクリスマスのデコレーションですね、では、今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではでは、God bless you. Bye bye.